政府紙幣。政府紙幣とは、通貨発行権を持つ政府が直接発行する紙幣、または持たない場合において、中央銀行が発行する銀行権と同じ法定通貨としての価値や通用力が与えられた紙のことである。国家紙幣とも言う。近年、不況対策としての通貨発行益をめぐって、様々な議論を呼んでいる。多くの国では、 政府管轄の印刷局、日本は国立印刷局や印刷会社で製造した紙幣を一旦中央銀行に交付して中央銀行が銀行券として流通させることが一般的であるが現在でも一部の国では政府機関が直接紙幣を発行している場合がある。例えばシンガポールの通貨シンガポールドルはシンガポール金融管理局が発行と管理を行っているがこれは 中央銀行の業務を政府自ら行っていると言える。中華人民共和国の香港特別行政区の法定通貨である香港ドルは香港金融管理局の監督の下で民営銀行産業が紙幣を発行しているが、10香港ドル、紙幣、ポリマー紙幣だけは香港特別行政区政府の業をする政府紙幣である。このように銀行券と 政府紙幣の双方が発行される場合もある。現在のところ政府紙幣を発行している国は少数にとどまっているものの中央銀行の発行する銀行券と同様に発行と流通に際して厳しく管理されている。世界で最初の紙幣は中国の支線で発行された講師であり当初は鉄使の引換券として流通していた。やがてその政府が 公誌の発行を官僚として国家が発行するようになり、これが政府主兵の始まりである。その後の下では、交渉が発行され、補助貨幣の面もあった公誌とは異なり当初から通貨として流通した。しかし、財政難により乱発したことから、激しいインフレーションを招いた。元の後の民でも宝賞が活発に発行されたが、インフレーションは免れなかった。 アメリカでは、アメリカ独立戦争中の独立政府において、膨大な戦費を賄うために、大陸紙幣後の数年間と1830年にも、国内鉄道基盤整備のための投資として、俯瞰紙幣が用いられたが、1837年強行で、発行停止に追い込まれた。また南北戦争時には、戦費調達の必要性から1862年に、 リンカーン大統領によって放火条例を発行している。これはアメリカ合衆国財務省が初めて発行した紙幣であった。戦中に国立銀行法が制定されたこともあり、反対派、産業資本と賛成派、農業の利害構想を反映して、このデマンドノートは回収されたり、再発行されたりした。南北戦争後の1865年に至って、 リンカーンはこれを合衆国の永続的な通貨、発行システムとする意向を発表した。しかし暗殺されて、発行は停止した。南部連合国も政府支配を発行したが、敗北したことで無価値となった。北部のデマンドノートは大不況初期の1878年に、回収を禁じられた。翌年から法に基づいて成果に打感できるようになった。 未払い額3億4668万1016ドルが当分流通し続け、1907年強行で1.25ドル券の発行額分工学券の回収が決まった。1933年にフランクリン・ルーズベルト大統領はニューディール政策の一環として政府支幣の発行を決め、政策を成功に導いたと評価されている。その後、 1963年6月4日にケネディ大統領の大統領令1110 11を発行することができることとされている。フランスではフランス革命後に成立した革命政府は没収した教会財産を担保とするアッシニアを発行した。当初これは利室経債券であったが1790年から事実上不瞰紙幣として流通した。 十字軍時代から築かれた、教会財産は、打感から守られた。フランスは19世紀に、オスマン帝国の再建国となったが、第一次世界大戦中に、オスマン債務管理局が政府支兵を発行した時はイギリスをとなって抗議した。ベルサイユ条約とサンジェルマン条約の双方によって、保証に使われた賞金は連合国に接収された。戦時には、 国家の組織である軍隊が軍用手表、軍票を発行する。1907年締結のハーグ陸戦条約第52条に、原品を供給させる場合には、住民に対して、側金を支払わなければならない。それができない場合には、領収書を発行して速やかに、支払いを履行することとされており、最終的には戦後処理で生産する必要がある。その一方で、 事実上の通貨として流通する場合もある。代表的なものは日本軍が第二次世界大戦で東南アジアで使用した大東亜戦争軍票。戦後も世界各国で展開するアメリカ軍の兵士が使用し MPC、アメリカ軍に占領された沖縄で一時的に使用された BA などである。軍票も政府支兵の一種といえ乱発するとインフレーションを招くこともあるが、 厳格に運用すると銀行券と同様に支障なく流通させることができる。実際に B 円は沖縄における法定通貨として1958年まで使用されていた。江戸時代には地方の諸公が領内での流通に限定した藩札を発行していたが、これも一種の地方政権の発行する政府紙幣であった。発行目的の一つに 領内の植産工業があったが、藩によっては乱発したため、額面よりも実際の価値が、幕府発行の貨幣に対して、著しく低い場合も少なくなかった。明治維新後の明治政府は、何度も政府紙幣を発行した。最初は、母親戦争時の大上観察であり、西南戦争時には、明治通報が発行されたが、いずれも、戦時支出のために大量に発行された。 ついで発行された国立銀行紙幣もうまく機能しなかったことから、1883年に旧紙幣と交換された神宮皇后が描かれた改造紙幣が発行されたが、この紙幣の名義は大日本帝国政府紙幣であった。その後日本銀行が設立されたことで、各種の政府紙幣は流通が停止し使用禁止となった。明治の一新政府は、 税制など歳入システムが未整備のままスタートした。政府支出の大部分は大乗観察などの政府紙幣の発行によって賄われていた。当初はデフレギャップが存在していたので物価も上昇せず経済も順調に拡大した。しかし1877年、明治10年の西南戦争の戦費がかさんだ。このための政府紙幣が大量に発行されたことが原因で、 インフレが起こった。流通通貨の増大でインフレギャップが生じたのである。農産物が高騰し、農村は潤ったが、都会生活者、特に温休暮らしの者たちは困窮した。そこで政府は増税などによって政府紙幣の改修を始めた。この結果、物価動向も落ち着いた。しかし新たに登場した松方内閣、松方首相が大倉大臣兼任は、 さらに多くの政府紙幣の回収を行った。この結果、大幅に需要が減り、デフレになった、松方デフレ。第一次世界大戦中には、戦争により、銀価格が急騰したため、銀価の発行継続が困難になり、50銭、20銭、10銭の政府紙幣が発行された。この措置は戦争終結により、銀価格が落ち着いたために解除された。しかし、 日下事変勃発後の1938年以降は、またしても、先単位の補助通貨が、金属物資の戦争優先使用のために、発行できなくなり、50銭の政府紙幣が発行された。当初は、富士山を描いた紙幣であったが、紙幣増産のために、民間印刷会社に委託されたことに伴い、安国神社に図案に変更になった。終戦後50銭効果が復活したが、 戦後インフレーションのためにコスト割れになる恐れがあったため、板垣大輔の図案の政府紙幣が再び発行された。なお、これら50銭の政府紙幣も1953年小額通貨の整理及び支払金の破数計算に関する法律により廃止されたため、日本で政府紙幣は通用しなくなった。上記のように日本銀行発足後に発行された。 政府紙幣はいずれも小学政府紙幣であり、前述のような戦時での金属不足などの特殊な状況下日本政府が発行する効果の代替との性格が強いものであ。近年、一部の経済学者内し政治家が、ケインズ主義の立場などから政府紙幣を発行すべきと主張している。政府紙幣は国債とは違い召喚不要で金利がつかず、 債務にならない利点があるから出る。また通貨供給量を増大させる手段でもある。裏付けのない政府紙幣を無制限に発行すれば、猛烈なインフレーションを発生させる危険性がある。なお、日本では効果は政府発行であるが、これは国庫の預金を引き当てた上、裏付けとしてで発行している。1997年の消費税増税に伴う、 日本経済の景気減速への対策として、日本の特定の経済学者が、1998年以降、政府紙幣を発行し財政支出として活用すべきとの主張した。国債発行は、債務として残る上に利子がつくという弱点があるので、政府紙幣で財政支出を増やそうという、ケイン事案的な経済政策である。大倉省官僚であった。 坂木原栄介、慶應義塾大学教授、当時、その後は、早稲田大学客員教授等は、中央公論2002年7月号に、日本が構造的デフレを乗り切るために、政府紙幣の発行で過剰債を一掃せよという論文を書いた。ただし坂木原は、政府紙幣の発行は、一回限りということを、政治レベルで明確に確認する必要があると指摘し、 あくまで緊急避難的な政策であるとしていた。2003年4月16日に日本政府の財務大臣の諮問機関である関税外国為替等審議会の専門部会はノーベル経済学賞受賞者の経済学者スティグリッツを呼び日本の政策への意見を聞いたがスティグリッツは政府紙幣の発行を提言したい緩やかに政府紙幣を市場に出せば ハイパーインフレを引き起こすことはないし、国債では債務を借り換える必要があるが、政府支配ならそうする必要がないという利点がある。また会計上政府の債務の一部として計上されることはないし、国家としての格付けも下がらないと利点を主張し、政府支配発行を進める趣旨の発言をしている。同様に財務省の高橋洋一は、2004年に日本政府内で、 政府紙幣の発行を提案し、その準備の文書を作成している政府紙幣発行の財政金融上の位置づけ。高橋によれば、日銀券とは別に財務省が政府紙幣を発行し国民に配るというもので、当時の竹中平蔵大臣にこの政府紙幣の発行をデフレ対策の切り札として提案していた。また法律では、貨幣の発行券は政府にあるので、法改正なしに、 政府の判断で政府紙幣の発行ができると主張した。しかし政府紙幣の発行はいずれも個人的な提言のみで終わった。2008年から2009年にかけて深刻化した景気交代期において元金融担当大臣であった渡辺義美が麻生太郎首相に対して政府紙幣の発行を提言した。政策提言書の末尾には 政府紙幣発行などの提言が速やかかつ真摯に検討、審議されない場合、政治家としての議員の地により自民党を離党するとしていたが、その他の政策提言すべてが無視されたことから離党した。高橋洋一は、再度、政府紙幣発行を景気不要策として主張しており、それによれば、現状のデフレデフレと円高を是正する手段として25兆円の 政府紙幣を発行することで、物価は1%から2%上昇し、為替は1ドル120円ほどの円安になるという。フィリップス曲線の理論からすれば、インフレーションが起きると失業が減るし雇用の確保をすることになり、インフレーションを起こすインフレターゲットためには、政府紙幣発行が最も簡便な手法であるとの主張である。高橋はまた国民一人当たり20万円の 政府紙幣を配布することも提案している。だが、高橋は、政府紙幣発行をリフレ政策の一つの手段であるとして理解し、政府紙幣で全てを賄うか、金融緩和で7五兆円のマネーを供給しようか、どちらでも構わないと二千九年には主張している。経済学者の若田部翔とは、日銀が政府の長期国債を新規発行国債に限らず、大量に購入すればよいが、 日銀はこれまで長期国債の購入を渋ってきた。日銀の行動が変わらないとすれば政府通貨は十分、考慮に値すると述べている。なお、日本で発行するためには通貨法の改正が必要となるなどの意見もあるが、東洋大学教授職に就いていた高橋洋一は、政府は通貨法で記念事業として1万円までの通貨、記念貨幣を発行できるの、 記念貨幣であれば、法改正は必要ないとしている。また2月6日には、政府紙幣など経済対策の新たな財源を探ると、する政府紙幣、無利子国債発行を検討する議員連盟が自由民主党内に発足するど、赤字国債発行や増税によらない財源の一つとして、政府紙幣の発行が必要であるとの動きもある。 それによれば2009年春までに意見をまとめ、直送選挙の経済対策の目玉にする意向で、あるいうものであった。政府紙幣のアイデアに対して、麻生内閣の中川翔一財務大臣、与謝野織経済大臣、いずれも当時ら経済関係閣僚は、日本銀行権に加えて、さらに政府紙幣を大量発行すれば大幅な供給過剰に陥って、 円の信用が著しく低下し、収束不能の高インフレーション、過度な円安に向かう危険性があると否定的な見解を示した。ある程度の円高是正であれば景気対策として有効性もあるが、それを超えて大幅な円安が進行すれば、輸出には有利な反面、原料の輸入価格の著しい上昇も招くため、結果的に高インフレ発生を意味する。 政府紙幣発行の提言に対し、政治家からの批判的な意見としては、中川翔一が日銀券を二つ作るようなもので、中央銀行がある中では、世界中にこういうものを使っているところはないと聞いていい。あまりに次元の違う問題を喚起する可能性があるとして慎重な姿勢を示している。また2 0 0年二月五日に、自民党の各派閥の総会では、伊吹文明が、 政府紙幣はマリファナだ。有権者に吸わせて、いい気分にして票を取ろうという意図でやってはいけないと批判したほか、河村雅彦は、中央銀行が一元管理をすることが大切だという、ことは歴史上人類が学んできた知恵。安易に例外を認めるべきではないと発言するなど、政府紙幣発行には否定的な意見が出されている。こうした中、二0九年三月十一日、 麻生太郎首相は政府紙幣の発行を検討対象とする意向を表明した。ただし、その後政府紙幣導入に関する議論は前進が見られていなかった上、第45回衆議院議員総選挙で麻生の自由民主党が政権与党の地位を喪失したため、事実上検討することは白紙になった。現在は日本銀行の私的独占形態に鑑み、 あらゆる組織枠組みにとらわれず、政府紙幣から地域通貨及び独自紙幣通貨の運用が模索されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。